え、今日岩谷天宝さんのは次の回ですよね。え岩崎さんのメンさんの曲は次の回ですよね、はい、そうです、はい、岩谷天宝って今誰だろうと思った。岩がってるよ。天宝みこすり犯じゃないか。よいしょ、まあ回ってますけどねさっきから。マジっすか。ダマで。いやどうぞ。まあでもこのまま行ってみよう。こんばんは。真夜中のノスタルジーラジオホリデーのお時間です。丸すぎる時間も時計も心残りも全部あなたのもの。私書道家で写真家の富永康弘と申します。好きな言葉はこんばんはです。こんばんは。さあ今日はね素敵なねパートナーがいらっしゃいますので、ご紹介したいと思います。滑舌悪くてすいません。座右の銘はオランダ妻は電気うなぎの夢を見るか。音楽家の森章二君です。森章二君張り切ってどうぞ。ほらもうそんなことだろうと思ったよ。もうこの間が、イギリス製のテスカウト、このヨーロッパシティーズ第2弾で。オランダ妻は電気うなぎの夢を見るか。音楽家の森章二君です。皆さんぜひググってくださいね。何のこと、ね、本当に。こんばんは、イギリス製のテスカウト。それはもうダメ。それググっちゃダメ。あ、ググっちゃダメ。もう音楽家の森章二です。好きな言葉はシャンシャンです。シャンシャンか、はい、あれは可愛いなですね。見に行きたいと思っていながら未だに行けてないものの一つですね。でっかくなっちゃうぞ、ね、返されちゃうぞ。返されない返されない返されない。おはあ、いや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 、私の1月の電気代は29,000円。ポン。あの伝票見た瞬間にポンと少しだけね、浮遊しましたね。オレオ1枚分ぐらい浮遊しましたね。ね、それはないよ。あれですか、熱帯魚の水槽とかバーってある感じですか。何言ってんの。何そんぐらいの電気代でしょって。ああ、電気代超食いまくってますよね。電気代わかりづらいこと。そういうことですよ。僕もでも、普段のやっぱ倍ぐらいは行ってましたね。お、うん、倍か。そうだ、まあ普段 4,5,000円なんで1万ぐらい、はい、ああ、うん、なかなかあれだね。羽振りよかったね。じゃあ羽振りよく使ったね。いやもうほんと使っとけ使っとけ。いや全部家電全部使っちゃうやで。それブレーカー落ちますから。なるほどなるほど、なるほどだ。なるほどですね。なるほどですね。よろしかったでしょうか。もういや、それや。そうだったんですね。それや、それや。うん、いや、森正司君。はい。気持ち悪いのってちょっとかっこいいよねっていう話。以前、うん、少し五感が気持ち悪いのってちょっとなんか興味あるよねって話はしたんですけど、そもそも気持ち悪いもん、そもそもが気持ち悪いんだけど、なんかこう見ちゃう、引きつけられちゃう、そういうものっていっぱいあるじゃないか。ありますね。それはありますね。何がありますか。うん、僕は嫌いなんですよ。うん、嫌いなんですけど、うん、テレビとかで、うん、ほら地球系ネイチャー系の番組やってると、うん、昆虫のフォルムとか超見ちゃいます。すっごい嫌いなんですよ。全然なんか話の路線が違うけど、まあもうちょっと聞こうかな。はいはい、僕の意図とは違いましたけど。すいません。まあまあ私の意図通りにいかないのがラジオホリデーでございますから。どうぞ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 。いいですか。いいですよ、いいですよ。気持ち悪いって分かってるんですよ、うん、もうフォルムがすごい好きじゃないんで、うん、でも、うん、あのフォルムで、うん、ある意味すごい奇跡だなって思って、なんか引きつけられちゃうんですよ。だ頭部と、ね、うん、胸部と腹部に分かれてて、うんうん、で胸部からしか足が生えてなくて、うん、で3本ずつで6本っていうのが昆虫の定義じゃないですか、うん、はい、それが昆虫というものです。そう、それが、うん、そのね、全体の例えばセミとカブトムシだったら全然違うのに、うんうん、そのお約束だけ守られてるじゃないですか。あ、気持ち悪い、考えただけで気持ち悪い、ね、その法則気持ち悪い、ね、何それって思って見ちゃうんですよね。見ちゃうのか、うん、でも見てもいらんないものは
なんだろう、俺はもうやっぱ海系に集中してると思うんですけど、はいはい、やっぱ見てらんないのは人手ですね。マジっすか。見てらんない、星形見てらんない。星形気持ち悪いよ。僕あれ普通に投げれますよ、取って言って。あ、触ったことないかもしれない。硬いんですよね。硬いらしいね。そう、あんだけさ、うん、海にいるのに、うん、食う文化がいまだにないっていうのはよっぽど硬いんだね。だ、食べるとこないんじゃないですか、きっと中が。あ、うん、でもあれです、ナマコもね、うん、食べてるの皮ですもんね、あれね。ああ、なるほど、うん、中硬いんですか。中は 水で内臓しか入ってないんですよ。ああ、なるほど、気持ち悪い。しかもナマコは、うん、あのビュッて出すと中身出てきちゃうんですけど、うん、皮があると中身が復活するらしいんですよ、うん、あ、もう全部気持ち悪い、何もかも気持ち悪い。すごいっすよね、うん、あとなんか前、はい、知り合いの女の子で、うん、どうしてもカマキリが嫌いだ、何が一番嫌かって、うん、どうして三角なのかというところが。イエスイエス、それセミの顔もそうなんですよ。やっぱ三角気持ち悪いですか。そう、何で三角はいけないよね、やっぱね。おかしくねっていう。まあなんとなくわかるけど、でも森正治君、僕の言いたい気持ち悪いそこじゃなかったんだよね、実は。今更ですけど、面目ない。あの人よ、人、気持ち悪いんだけどなんか見ちゃう人っているじゃないですか。分かりやすくところで言うと、もう、うん、気持ち悪いゆえにかっこいい人、分かりやすく言うとほら岡村ちゃんとかそんなんですよ。ああ、もう大好物じゃないですか、僕の。でももうなんとすごい人気者じゃないですか、岡村ちゃんは。超好きですよ。僕も見に行ったことありますよ、うん、もういいっすよね。あ、田島隆夫とかも、あ、もう大好き、超大好き。いやー、気持ち悪いよ。でもかっこいいね。そうですね、うん、やりきってるものはかっこいいのかい。そうそう、やりきってるもの。あ、だから、うん、芸人さんとかでも、うん、小梅太夫さんとかね。ああ、あれやりきってる。やりきってますね。ああ、まあある意味ね。そうそうそう、で気持ち悪いじゃないですか。どうかな。あんまり意識したことないな。好きなんですね。好きなんです。そうです。あの、何言ってんのっていうことを、うん、すげえかっこつけて言うじゃないですか。地面もそうだと思いますよ。いや、まあね、うん、いや昔のロックスターなんて大体そうですよね、うんうんうん、フォクシーじゃないですか。フォクシー、フォクシーレイディ、フォクシーレイディ。あれはね、まあ、要はフォクシーはセクシーっていうぐらいの意味合いなんですよね。そうですね、フォクシー生かすぜ、キツネ目のいい女だぜみたいなことやね、フォクシーレディは。違うか、クールだぜみたいなこと。僕の中であの、うん、狡猾な女性なのかな。ああ、なるほどなるほど、思ったんですけど、なるほどね、いろいろ捉え方がありますね、お前顔がキツネに似てるじゃん、似てるなーじゃないもんね。お前顔キツネに似てるなーじゃないんだね。フォクシール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 ーつって。それなんですか。キタキツネ呼んでるんですよ。あ、キタキツネ呼んでるのか。ルー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 キツネっぽい、キツネっぽい。それは本当に何言ってんの。生かすぜと、狡猾だぜ、やられたぜ、うん、みたいな、ね、そう、なんか多分ね、生かしたベイビーな。お前顔はキツネ似てんなじゃないんだね。それで君はファンキーモンキーベイビーだってどうするの。ああ、そうか。お前お猿さんだな、お猿さんだな。君はまあいいや。森正治君、いいんですよ。気持ち悪い曲を紹介してもらおうと思って、今日は。ああ、めっちゃ気持ち悪いのがいいわ。キメっつのがいいわ。キメっつのがいいわ。あ、もう猛烈なのありますけどいいですか。キメのくれ、キメのちょうだい。まあ、これまだね、僕がギターで参加してるバンドなんであれなんですけども。あら、キャビーというバンドで。キャビー、イ、キャビーです。音引きね。はい、 B はあのキャビンじゃないね。キャビンじゃないです。あのキャットと蜂の B の造語なんで、うん、キャビー。ややキモいですな。いや、結構キモいです、うん、その造語つける感覚。ややキモいですな。キャビーで、でタイトルが、うん、ソングノワール。ちょうだいちょうだい、はい、その辺でもちょっと気持ち悪いの。それでは聞いてください。聞いとけ聞いとけ。キャビーでソングノワール。
ガムテープでクッチングさ正直疲れる。キメもう、ね、でもね聞いてて疲れるこの曲。ものすごく僕は好みなんです実はこれ。ありがたいですね。もうめっちゃけっちゃ本当はね、本当100点なんですよ。あマジですか。この気持ち悪さと80年代感と、あ、うんうん、なんかこう、うん、ね、しかもハーフなんでしょこの子って。そうです。そうです。そう、もうルックスがね、うん、そうヘンリー君って言うんですけども、うん、で歌ってる内容もなんかちょっと。えっていう。そう、何言ってんの？何言ってんの？連絡先連絡先言って、キメでもかっこいいと俺は思うね。そう、やっぱ振り切ってればね、うん、いいっす。うん、いや、いい曲を紹介してくれて、いやいやいや、ありがとうございます。ちなみにあの今月、うん、ライブもありますんで、あ、キャッチは。じゃあ告知したら？はい、告知、え、いいんですか？そんなこと今までしたことなかったですけど。そうっすね。2月のですね、23日の土曜日。お。場所は早稲田の理念で、うん、2月23日、はい、やべ俺いけないけど前いい僕はいませんが皆さんぜひ行ってみてください。早稲田の理念で、はい、このキャビー主催のアイソレーテッドパーティーという、はい、のボリュームいくつか忘れちゃいましたけど、気持ち悪い、全部気持ち悪い、で、また開催するので、キメーよかったらキモいライブ見に来てください。はい、ライブ頑張ってください、キャビーさん。本当今回ばかりはライブ頑張ってください。バンドありますからね。バンドがある。ね。ハンコくれよ。え？ハンコくれよ。ハンコくれよ。はい。だそうです。はい、さらば。はい。ではまた来週。ありがとうございました。